どっちだ。おおおお、はい、せーの、はい、分かったらモデル名を。はい、リードさんにお邪魔しに来たということで、邪魔されたら帰ってもらっていい？一回邪魔されたら、もう冷やかしで冷やかしで遊びに来ました。冷やかされてんの？中島さんです。あ、いえいえ、中島です。中島さんです。よろしくお願いします。あ、僕みたいなもんですね。グーフィーズの、まあ一人離脱してるんだけども、二人で来ました。中島さんもベテランの、何年やってらっしゃるんですか？店員さん？はい、15年ですね。やばいわ、ベテラン。もう酸いも甘いも知ってる仕事やってるし、俺らスマホしてる。そうだね。数は俺でショップ並んで多分7、8年か10年は行ってないかな。俺がじゃあ一番ペーペー。俺は3年ぐらいなんで、まあ、膝怪我してからだな。ちょっとまあショップ店員3人が揃ったということで、後ろでこうね、手で触って、ブーツ、バイン、モデル名とブランド名を当てれるかっていうのをやりたいんですけど、どうですか？自信が負けないっすよ。外しようがなくない？触れるわけでしょ、目隠しした状態でっていうことでしょ。そうです、そうです。見えてない状態で触るわけでしょ、はい、そうです。外さへんぞ。おお、俺も外さへん。え、あ、何扱ってるんですか？ありますよ、バートンありますし、ユニオンもあるし、フラックスもありますし、まあ、ベントとかもありますし、まあ、ブーツだったらバートンディラックス。そうですね、多分。まあ大体は。じゃあ誰が先行でやる？俺がほなや、まさきやるやったら。最初じゃあ俺が出すわ、2人に。ちょっともう分かりづらいとこ。はいはい。一緒のこう触って同時に言うか。あ、ある。2個ある。片足やけど。うん。ちょっとじゃあ探して、そうだね、後ろ向いてってもらって。なるほど、はい、どうぞ。へぇー、スタッフがちょっと、うん、うん、うん、あ、うん、分かったかも。オッケー、多分分かりました。なるほど。せーのでいきましょう。せーの、バートン。はいはいはい、そうですね。ですね。じゃあモデル名を。せーの、フェリックス。おお、すごいね、やっぱ。おお、しかも色まで渡して。色違いで。触り心地だ。
えぇ、ー、マジでそこまでは分かんなかった。トトキジが多分違う。はい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 、へえ、ちょっと微妙に違う。あ、本当だ。あ、本当に本当に微妙にって感じだね。やば、すごっ。そうだね、そこでやった決め手は。バインはでも結構ハイバック特徴あるから、ね、結構分かりやすいのかもね。ほうほう、バインもイージー系でいきましょう。ほうほうほう、これ色は。はい、じゃあお預かりします。ブランドからせーのブラックス、モデル名はせーのいいです。これ、ね、なるほど、科学の形でね、分かりやすいかも、うん、じゃあ俺ちょっと変わってみようかな。お、じゃあ俺がチョイスする。 OK、それ一緒？ん？早答えにしましょう。早答えにするか？確かに。あ、早答えでもいいかも。じゃあこれで。はい、どうぞ。正解。早すぎ、早すぎ。ちなみにちょっと意地悪して。ストラータとレガシーで。あ、なるほどね。だってもう開始1、2秒、1、2秒だった。一瞬だった、マジで。ストラータ瞬間にストラータ、まあ確かにベースの特徴だったリベンジ。え、じゃちなみにストラータと何？レガシー、レガシー、なんか違いは何？こっちがメンズです、うん、でこっちがレディース。あ、なるほどね。違いで言うと、うん、もうサイズの違いぐらいしか多分触り心地じゃ分かんないんだけど、ちょっと今意地悪で出してみちゃいました。早答えです、はい、早答えで、せーの、はい、わー、こっち、はい、はい、アイリー、ディラックスのアイリー、アイリーだ、おー、おー、ララです、うわー、すげえ、すごい。すごい。ああ、ね、そうそうそう。おお、すごい。すごい。え、わかりました。ちなみに違いはここですか。ワッペンが。ワッペンがですね。へえ。ペンズだとこういう感じだった。ここが。うん。ここが違う。ここ。へえ。ここです。手触りのところだね。うん。一緒いっぱいだ。あ、じゃあ。すごいね。ほう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 、なるほど、はい、いきます、せーの、はい、はい、はい、あー、うん、はい、はい、これは、スペア、うん、待って待って、今のはエスカペア、サイズやめるし、えっと、でもモデル名を言ったのはマナトくん。これはマナティやね。すげえ、すげえな。結構ジェネシスとこれむずいかなと思って、俺ちゃんとこうやって測ったから。
なるほど。攻めの千葉マナだったね。今なるほど。そうですね。もう。なるほど。とこっちが、はい、はい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 。おこちら。おお。はい、エクセプブーブー。え、フラックスの、DS 違う SR。 お、お正解です。正解です。あと DS か違います。うわ、DS かやべー、焦るとやばいわこれ。言った時に、おっと、あ、違う。でも俺、XF あ、そっか、ね、もう、あ、くそここで、そう、XF 違うってなったらなんだっけ。レディエクスだけ、あ、くそ悔しい。なるほど、これは悔しい。ブーツじゃ最後にブーツ待ってる。うわ、ブーツ早押しむずいな。はい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 。悪い顔してるな。どっちをどっちにしようかな。せーの。やべ、忘れてた。ありがとうございます。バートの。お。ID。サプリームです。ID じゃない。え、嘘。正解です。ほら、同じことやってるやん。いや、マジで。同じことやってるやん。すごい悪い顔してたもん。2回とも同じ方法で引っかかってる。うっそー。悪いなー。うっそー。この。ね、あ、なるほど。で、このワッペここだ、俺ここ、いやもうめっちゃバートンボーって言ったらもう焦っちゃって、もう入れないでと思って、ここめちゃくちゃ後ろで触ってたらね、出てきた。うわー、すげえな。そうだよ。うん、参りました。はい、すごい、さすがです。そう、普通に悔しい、おもろいわ。定品なら、うん、それぞれはまあ分かる。なるほどなるほど、分かります。はい、すごいな。それぐらい毎日触ってるから。なるほどなるほど、うん、来年またリベンジしない。リベンジする。いやいや、逆に行くよ、行くよ。あ、本当ですか。あ、なるほどなるほど。確かに我々アウェイだったから、うん、来てもらって、うん、でもアウェイですけど、あの関東の空気吸いに行こう。楽しみ。またじゃあ、あの前の方に標準語で喋って。あ、そうそうそう。サプリームじゃん。言っとけばいいみたいな。じゃん、じゃん。ね、はい、ぜひ皆さんね、この辺の方はいい動作を見てもらって、これだけのスキルがあるっていう、さ、ね、うん、っき結構見せたけどね、すごい手、うん、すごかった。もっと言ってば。誰よりも知識は豊富で、あの一発目とかすごくなかったなって感じ。いや、すごかった、ね、本当に。なんか、うん、マジで1秒とかだったもんね。一瞬でね、色まで当てちゃう。うん、見ないで色ってよ、そこまでは。ありがとうございます。すごいわ。うん。ありがとうございます。店長さんがいらっしゃる。うん。お待ちしてます。ぜひ。皆さん来てください。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。